リソンに今日新たにオープンしたアットシェフミュージアム。コンセプトはシェフの料理が作品の美術館。ミシュランガイド掲載店を含む全国の有名店の名だたるシェフ18人がそれぞれ作り上げた自慢の一品を提供します。18人のシェフが揃って、さらにこの三重の食材、そういったものを生かしながら、もう美味しさを求めて来てもらえるような、そういう聖地にしようということで、そういうコンセプトに賛同して。参加するシェフの一人で三重県の観光大使も務める世界的パティシエの辻口博信さん。今回提供するのはこの三重県の美味しいクレープ。自家製カスタードクリームを香ばしくキャラメリゼした上に、三重県産の白桃を乗せた特製クレープ。クレープのね、もちもちとした食感、アットシェフミュージアムのために考えましたんで。さらにこちらは伊勢神宮外宮の参道沿いに店を構えるフレンチのボンビワン。三重県のお米を食べて育っている三重県の豚肉を採用させていただきます。麹ドリンクっていうのをつけて、豚肉で少しマリネして、それからローストしてあります。そうすると柔らかいんですよ、すごく。地元産の豚肉を使ったホットサンドイッチの一種のクロックムッシュ。お肉が柔らかくて、ソースもなんか麹の味わいがします。深い味わいになってます。大阪のミシュラン一つ星店焼き鳥一松が提供するのは、三重県産の鶏肉にトリュフ風味のパウダーで味付けした唐揚げです。うまし鶏っていうのを使わせてもらってて、すごい身がジューシー、柔らかくてもちもちした食感で、油もちょっとバランスのいいような油だから、今回唐揚げさせてもらうんですけど、ちょうど合うかなっていう。さらに独創的な料理で知られる東京恵比寿に本店がある人気和食店、賛否両論の鶏そぼろ丼も並びます。笠原シェフは今回の18人の店の集結を呼びかけました。野球のオールスターみたいな感じでね、いろんなシェフがジャンルも超えて集まって、こう盛り上がるイベントとかやれたら楽しいねって話をずっとしてまして、こんな場所ないと思うんですよ。これだけのね、いろんなジャンルのシェフの料理が同時に食べられる場所なら、もうこれからすごいことになるんじゃないかなと。こうして名だたる店がプロデュースするメニューがずらりと並びますが、価格はなんとすべて700円。それめちゃくちゃ安いと思います。知ってる名前の方が多いので、はい、700円で食べれるのはありがたいです、ね、どう？美味しい。またレストラン経営で知られる地元の大岡高校食物調理科の生徒10人がインターンとして今回参加。一流シェフたちの真横でプロの技術を学びました。すごく緊張して、手も震えるし、昨日からずっと調べてたんですけど、すごいもう恐れ多い皆さん緊張しながらも一流シェフの手さばきを目に焼き付けていました。今回の取り組みについて、ヴィソンの立花代表は、やっぱり子どもたちにもですね、この食の大切さ、食が通じてのいろんな広がりということも知っていただく、またこういった有名なシェフたちが三重の食材を使っていただくことで、たくさんの方に知っていただく、来ていただくきっかけになればなと思っております。